おはようございます今朝も体に深呼吸心のためにも深呼吸良い一日のスタートとなりますように「恵みの深呼吸」のお時間です私の友人で京都で、えー、まあ臨床美術の指導とそれからご自分でも絵を描いている、えー、古い えー、美恵子先生といいいう方がいらっしゃいますあの随、ー、分前に、えー、彼女とその仲間たちで、えー、京都の病院と関わりを持ってあの認知症の患者さんとそのご家族に対する、えー、臨床美術を行うということがなされていた時私たまたまあのー、別のところの大学で講演があって。 えー、2回ぐらいでしょうかその病院で、あのー、家族の方々とお話をさせていただいたことがありましたそんなことが、えー、あってうーん彼女が個展を開くということで、えー、大変興味を持って実は、えー、見に行ってまいりました、えー、今回は水彩画とそれから油の、えー まあ非常になんて言うんでしょうねこう鮮やかなえ緑であるとかえ朱色であるとかまあ小さな作品なんですけれどもあの猫ちゃんが描かれていたりとかえウクレレが描かれていたりとかそれから木が描かれていたりお花が描かれていたりまあ非常にあのこうなんていうか見ていて飽きない えー、そればかりではなくてやっぱり非常に繊細な、えー、やっぱりこう作家の方々の <laughs> 絵に対しての真剣さといいますかこう色そのものを通して何を表現したいのかここでこの色を使うことで何を表現したいのかというふうなことがこうじっと見ているとなんかこう迫ってくる感じがするんですね。もちろん楽しいい本当に何て言うんでしょうファンタジーを見ているような そんな作品もあって、えー、彼女の心の中にあるさまざまな思い、えー、人に対する豊かな愛情であるとか、うんまあ、世界で起こっている事柄についての心の痛みであるとか、えー、そういうような事柄が非常にこう分かりやすい、えー、小作品がそこに並べられておりました。あやっっぱり色ってすごく 物語るなとか、えー、必ずしもその見たままの写真のような、えー、ものでな,いなくてもかなりデフォルメされたものであってもやっぱり訴えるものあるんだなというふうにこう感じてそういう意識で、ね、心の内容を伝えていく方々の活躍はこれからもっともっと必要だなと思った次第です。さえーまあ 作曲者も必要ですし作詞者も必要ですしそれから絵を描く人も必要ですし奏でる人も必要ですしただ単にその文章でとかあるいは講座講義でというだけではなくて五、えー、感を使ってあるいはそういう創作活動とかそういう形で人の心に対して訴えていく、えー、姿勢といいますかあるいは共感を広げていくというか。 そういうのって素晴らしいなあと思うし、うん、そういう方々が本当に伸び伸びと創作活動を続けてほしいなと思いました何かそういう一つの小さな絵を前にしてじっと見ているとこう絵に見つめられるといいますか逆にね絵に語りかけられるような気がしてなんかとても心地よい時間になりました それこそ絵を前にして瞑想するといいますか、絵を前にしてんー自分の心をこう見透かされるといいますか、そんな感じに、えー、ちょっとなりました、えー。時々絵を見に行って、絵の前で深呼吸するというのもいいなと思ったんですよね。今日は本当にあの素晴らしい、えー、絵画展に。 えー、行くことができました、まあ、これを皆さんにお伝えするのは昨日の話ということになっちゃいますけれどもでもんやっぱりあえてそういうところに出かけていくって必要だなと思ったんですよね。そんなわけで絵を見に行ってまいりましたどうぞお元気でそれじゃあまた。